制度が存在する国。国際助産師連盟による。助産師とは、助産行為の専門職であり、妊娠、出産、産後ケア、女性の性保険、新生児ケアなどを分野とする。かつて腰抱き、産婆、助産婦などと呼称された職業の発展系。アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアなどでは、男性の助産師も存在している。日本では、 助産師国家試験の受験資格が女性のみとなるため、助産師は女性しかいない。助産師は女性の妊娠、出産、産食の各時期において必要な監督、ケア、助言を行い、自分自身の責任において分娩解除し、新生児及び乳児のケアを行うことができる。このケアには予防的措置、母子の異常な状態の発見、医学的援助を得ること、 医学的援助が欠如している場合の緊急措置の実施が含まれる。助産師は女性のためだけでなく、家族及び地域社会の中にあっても健康カウンセリングと教育に重要な役割を担っている。その活動には産前教育と親になるための準備が含まれ、さらに婦人科の一部の領域、家族計画及び育児にまで及ぶ。特にアメリカが死州国では、 女産師に多くの権限が与えられており、エコー検査による。なお、英語の故障、ミドワイフの語源は1250から1300年頃中英語のミドワイフにあり、この MID とは、ウィズと共にや、付き添う、といった意味で、ウィフは、女性を意味している。つまり、女性に付き添うものといったような意味の表現である。古代エジプトのエーベルス・パピルスには、 助産師に関する記述がある。このパピルスの中の五段落が出産に関する知識に当てられていて、特に分娩を早める方法と新生児の出生予後に関して記述している。ウェストカーパピルスは出産予定日の計算方法と出産用の椅子の様々なタイプについて記述している。ルクソール神殿や他の神殿に王族のための分娩室があることも この古代エジプトの文化で助産が重視されていたことを示している。古代ギリシアや古代ローマには様々なタイプの助産婦がいて、ローマ帝国内の各村で民衆医療の伝統を引き継いでいる老婆や様々なところから知識を得つつ豊富な経験を積んだ助産婦や特に高度な訓練を受けていて女性外科とみなされた人物などがいた。日本においては 保健師助産師看護師法を根拠とする国家資格である。同法30条により助産行為を行うことができるのは医師及び助産師のみである。助産師単独で可能な行為の範囲については法的には以下に定義されている。助産師が単独で行えるのは正常な経過の妊娠分娩に関しての助産行為である。正常経過ではない、あるいは正常分娩ではない。 困難な場合は、医師が関わることになっている。従って、個人で助産所を設け助産師としての活動を行っている。際に異常を確認した場合、提携の産婦人会に連絡するなりの措置を行う。助産師は、病院、診療所、保健所、家庭、その他のサービスの場で業務を行うことができ、助産師は、助産所を自ら開業することが可能である。歴史。 編集古くは、鳥城バー、小安バーなどと呼ばれていた時代があったが、戦前,前は、サンバと呼ばれていた。昭和23年には法的な名称が、助産婦となり、2002年3月1日に、保健婦助産婦看護婦法から、保健師助産師看護師法に変更された際に、保健師や看護師と共に名称が、助産師に改められた。法的資格、編集保健師助産師看護師、 法3条に規定され、助産師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、塾婦もしくは新生児の保健指導を行うことを行と、する助手と明記されている。また、従来は、業務独占のみの資格であったが、平成18年に補助見法に42条の3が、追加され、助産師、看護師、準看護師にも、名称独占規定が設けられた。 助産師には、医師と同様に開業権が認められている。なお、守秘義務については補助み、法42条の2に規定されている。保健師や看護師、準看護師と異なり、医師や薬剤師、弁護士などとともに、刑法134条に規定されている。教育、編集補助み、法20条に規定されている。看護師免許取得者が、 助産師学校などの養成期間で1年以上の専門教育と実習を受け、それぞれの国家試験に合格すると助産師の資格が与えられる。ただし助産師指定養成校として認可を受けた看護大学では助産師に関する講義や実習を加えて行うことで4年間の大学教育を経て看護師と同時に受験資格を得られるところがある。現在は4年生大学に選択制の 助産のコースを設置する大学が増加し、短期大学の助産専攻科や助産師学校は減少傾向にあるが、その大学においても少子化によるお産の減少や看護師養成教育の充実などを背景に、時間的な制約が大きく十分な助産技術が習得できないなどの理由から、近年は看護大学卒業後に助産師教育を担う大学院や専攻科などが、 設置され始めている。統計、編集日本国内において2012年末現在で、就業している助産師の総数は3万1835人であり、その就業先は、病院が約65%、診療所が約21%、助産所が約6%、養成、研究機関が約5%となっており、全体として、この10年に限れば、 助産指数は増えてきており、施設内分娩の普及や住宅事情により、助産所よりも病院等の医療施設に勤務する助産師が増えている。男性に対する資格制限。編集日本では看護師や保健師と異なり、資格は女性のみである。現在の日本において性別によって国家資格の取得が制限されることは稀であるが、日本では現実問題として、 男性の助産師を積極的に求める妊産婦がいないため、男性が助産師の資格を得られないのは、やむを得ないとする見方が一般的である。2001年に補助見法が改正され、2002年3月より、助産婦という名称から、看護師、保健師と同様、性別による名称の違いを伴わない、助産師へと名称が変更された過程の中で、 男性への助産師資格の解放に関して具体的な動きが存在した。しかし、分娩等に関わる助産業務の特殊性を背景に男性が関わることへの生理的な嫌悪感や妊産婦が助産師の性別を選択できる権利が保障されていないなどの意見が主張され、名称は変更されたものの男性助産師を認めることについては時期尚早として見送られることとなった。 e c では1981年度から助産師の業務基準、教育基準の均質化の取り組みが行われている。ドイツ、編集ドイツには助産師養成学校が50校以上、あり業務従事者は約1万7000人である。助産師国家試験に合格することが必要であり、受験要件として一定の解除等の経験が必要である。オランダ、編集オランダには、 助産師養成学校が4校あり2001年の業務従事者は約1422人である。助産師養成学校で1年時及び2年次の修了時に筆記試験、3年次の修了時に高等試験があり、一定の卒業要件を満たせば独立開業権が付与される。スウェーデン、編集スウェーデンには助産師養成学校が4校あり2001年の業務従事者は 約1100人である。スウェーデンの助産師教育は1662年から実施されてきた。スウェーデンでは、看護基礎教育終了後に1年半のディプロマと呼ばれるプログラムを履修して免許を取得する制度となっている。ありがとうございます。